決してこの部屋に入ってはいけませんよ。そうして私を見てはいけませんよ。しかしながらどれだけ待っても、いつまで待ってもイザナミの姿はありません。さてどうしたものか、本当に帰れるのだろうか。そこで櫛を一本折りまして、ふっと炎をつけまして、奥へ奥へと歩んでまいりますと、なんとそこにはウジ虫が湧いて醜く変わり果てた妻の姿があるではありませんか。あなた見たのね。約束を破るんだ。黄泉の国の仕込みの者、醜い女たちにあの男を捕まえておいて。次々と醜い女たちが駆け寄ってまいります。そこでイザナギは髪飾りのつる紐をほんと置きますと、なんとブドウが立ったではありませんか。女たちはブドウを掴んでむしゃむしゃ、ブドウを掴んでむしゃむしゃ食べ終わると、すごい勢いで走ってまいります。今度は櫛を投げつけますと、なんとニョキニョキとタケノコが現れたではありませんか。女たちは土を掘って皮を剥いてガツガツと食べております。役に立たない女たち、いでません、黄泉の神、三日月の神、1500の黄泉の軍隊よ。1500の兵士たちが襲ってまいります。イザナギは、桃よ桃よ、お願いだ、私を助けておくれ。そう言って一つ二つ三つ投げつけますと、なんと桃の清らかな力で軍勢は一斉されいなくなってしまいました。私が行くしかないのか。そうして怒り狂ったイザナミは愛する夫であった人を追いかけてまいります。イカズシを放ち、トツカの剣で投げ倒しながら、イザナミとイカズキは自力の岩までやってまいりました。なぜあなたは見てはならぬという約束を破り私を見たの。ならばいい、あなたの国の人たちを1000人殺してあげましょう。愛する妻よ、ならば私は1500の命を生み出そう。そうしてとわの別れを迎えました。では私は黄泉へ帰ります。冷たく暗い黄泉の国で醜くなった者たちを私が抱きしめ、人は皆老いて醜くなっていく。そんな人たちを私は愛しましょう。他の誰に見られてもいい、ただあなただけ、あなたにだけは見られたくない。